ロマンティークのユーミンです。本日ご紹介するのはこちら。以前リーバイス501 の、 普通のインディゴの方はご紹介したんですけど、今回もう一種類大量に入荷したものがあるので、合わせてご紹介していきたいと思います。今回はこちらリーバイス501レギュラーモデルのブラックデニムタイプ、こちらについて今回はご紹介していきたいと思います。今回のこちらのリーバイス501レギュラーのこちらのブラックデニムタイプ、これって結構皆さん目にしたことはあると思うんですけど、これをなかなか取り上げて紹介してるようなブログとかお店とか動画とかなかったので、結構なかなか珍しい動画になるんじゃないかなって思います。最近まあやっぱどんどん前回の動画でも言った通りなかなか暑いじゃないですか。なので本当にもう T シャツ1枚にまあなんかシャツとか1枚手に持って、でこのブラックデニム履くってぐらいの気候にはなってきたので、だからすごい今もうオンタイムで着れる一本かと思います。それでは解説していきたいと思います。以前の501の動画でもご紹介したように、このリーバイス501っていうそのアイテム名モデルっていうものは1873年に生まれました。その後にこのブラックデニムっていうものが現れてくるんですけど、ブラックデニムっていうものがその明確にこの年に生まれたっていう情報がないんですよね。資料ないし、なので結構調べて、自分なりのその経験も以前からもブラックデニム何本か紹介してたので、そういった時にいろいろメモ取ってたんで、それを見返してみるとおそらく88年ぐらいから現れたんじゃないのかなと思います。やっぱり赤耳が終わった後、1986年以降リーバイス501レギュラーモデルの誕生とともにこのブラックデニムっていうものも誕生したんじゃないのかなと思います。ビッグイはもちろんないですし、赤耳モデルのブラックデニムっていうのも聞いたことがないので、一応その1986年から8年あたりから生まれたとは思います。なのでかなり歴史は浅いんですよね。本当にそのリーバイス501が生まれた1873年からしたら、本当に110年ぐらい経ってから、115年経ってからやっと生まれたんじゃないかっていう、その間ずっとそのインディゴデニムを使われてたんですよ。でその1988年あたり入ってきてやっとこれが生まれたと。でこれが生まれた背景にもちゃんと理由があって、そもそもデニムっていうものは青色っていうのが当たり前だったんですよ。1960年代か70年代にかけてスタプレって分かりますかね、リーバイスのスタプレっていうスラックスタイプなんですよね。スラックスタイプでセンタークリースが入ってて、それも未だにそのビッグイとかのスタプレは人気だったりはするんですけど、その当時にいろいろそのインディゴの色以外に、黒とか茶色とか、カラシ色とか、オレンジだとかいろいろ種類が出たんですよね。でそのスタプレがかなり売れ行きが良かったと。ということで、デニムに対しても、カラーデニムっていうものを作っていこうということで、生まれた一本がこちらの、ブラックデニムになりますね。でその後1990年代に入っていくと、どんどんこのブラックデニムの人気が加速していって、で90年代を代表するこのリーバイス501のブラックデニムの使われ方としては、そのスケーターヘッズ、スケーターとかあとはアーティストたちがこぞって履くようになったので、そういった90年代のユースカルチャーの象徴と言えるようなものがこのブラックデニムなんですよね。よくよくスタイリングでも、このブラックデニムに、バンズとか合わせたり、コンバース合わせたりとか結構よくよく見たりするんですけど、それの源流は90年代のストリートカルチャーの意識して、組んでるスタイリングだと思います。今本当に90年代ブームじゃないですか。だからこそ今の雰囲気にもすごい合致してるなと思ってて、もちろんそのインディゴのものも含めてですね、やっぱりこの501っていうリーバイス501っていうのはかなり今旬なアイテムだと思います。ちなみに今回僕が集めてきたリーバイス501に関してなんですけど、全て USA 製かメキシコ製にしてます。1個だけ違うのあったかな、でも全然どれも先染めタイプと呼ばれるものになります。そう、これに注意しなきゃいけないんですよね。リーバイス501のブラックデニムのものに関してはこの先染めタイプと後染めタイプっていうのがいっぱいあって、それの見分け方としては、タグを見るんですよね。内タグ、白いタグ、あれを見て、黒く染まってたら、後染めタイプだなって分かりますし、真っ白のままだったら多分先染めタイプだって分かります。やっぱりこれの何が違うかって言ったら、色落ちの仕方が全然違うんですよね。だいたいその後染めのブラックデニムのものって一度色が抜けてしまったインディゴタイプのものを黒染めしてるんですよね。なので結構、それもそれで面白いんですよ。なんですけど、ブラックデニムのその本質的な楽しみ方って言ったら、僕は結構やっぱりこの薄く出たあたりなんですよね。このヒゲとか出た感じの、これも履いていくとどんどん生まれてくるんですけど、こういったものは先染めタイプじゃないと、現れないエイジングですかね。もちろんそのブラックデニムをきれいめに履きたい、シックに履きたいって方には後染めタイプでも全然いいと思います。だけど今回僕がお伝えしたいのはその原点というかねが、このブラックデニムタイプになると思うので、やっぱり今でもそのインディゴタイプのものが色落ちして白っぽくなったものを、あえて黒に、青じゃなくて黒に染め直すっていうのは、やっぱりその黒デニム、ブラックデニムの人気がうかがえると思います。
で加えてこの先染めタイプの USA 製の501ブラックが本当にどんどん枯渇してって、もうブラックデニム の, そのデニムジャケット70505とか507に関してはもうほとんど見なくなってしまって、多分本国アメリカ行ってもなかなか見つからないような代物になってると思います。まあ、一気にドワーって出ることはあまりないですね、そのリーバイスの、インディゴの方に比べては。だからこそ最近結構希少価値が高まってて結構多分高騰してるんですよね。なかなかそのオークションとか、フリマサイトとか覗いてもインディゴの 2,3 倍はしてますね大体。なので今回結構、まあ、これら以外にもいっぱいあるんでぜひぜひ見てみてください。で欲しかったらぜひ買ってみてください。でちなみに僕が今履いてるこれがあの32インチのものになってます。一回ちょっとロールアップして、まあ、いつもの通りアディダスと合わせてます。今回は、サンバとか、キャンパスをいつも合わせたんですけど、まあ、あんま変わんないですけどガゼルガッツェレと合わせてます。まあ、こんな感じでだいたいウエストが若干ちょっと緩いくらいかな。まあ、ほんと31がジャストなんですけど、31はちょっとあのジャストに来すぎててちょっとぽくないなと思ったんで、まあ、僕は32インチぐらいで合わせてます。まあ、ほんとこれにあのバンズとか合わせていただければ簡単にスケーターっぽくは見えると思います。でお次はこちら34インチを履いてみました。僕は結構34インチか35インチで合わせること多いですね、ブラックデニムに関しては。なかなかこれぐらいの太さが僕は好きなんですよね。まあ、大体普通に合わせたかったら、まあ、普通にジャストサイズで合わせていただければ、大丈夫だと思います。で上に合わせる T シャツなんですけど、本当にあのブラックデニムなので本当に何でも大体合います。色とかもまあ別にそんな気にしないでいいですし、まあ、T シャツとデニムの組み合わせだけなんで夏に関しては、まあ、これにジャケット羽織るってなったら、まあ、ジャケットとかシャツとか羽織るってなったら、まあ、なかなかサイズ感とかに気をつけていただければ大丈夫かなと思います。まあ、本当に万能な一本だと思います。まあ、困った時にクローゼットでまずこれ履いてからスタイリング組めば、まあ、大体どうにかうまくなるっていう、まあ、本当に501の良さですよね、インディゴしかり。で次はこちら36インチを履いてます。で大体僕あのデニム履くとき絶対ロールアップしてるんですけど、ちょっとあんまりしない、なんかあのフルレングスでちょっと裾に溜めてみるっていうのをやってみました。まあ、これもなんだろう、まあ、B-boy 風というか、まあ、90年代のヒップホップですよね。まあ、3ピンキャンプ世代みたいな感じの、まあ3ピンキャンプ世代はもっと太いか、まあ、のはそれっぽくやっていました。いやなかなかあのしないスタイリングなんでちょっとあのそわそわします。いつもの感じであのロールアップしてて、ちゃんと腰で履くとこんな感じで履けます。36インチでも全然不自然じゃないシルエットだと思うんですよね。なかなかこれくらいやっぱり太くデニムを履きたいっていう方もいらっしゃると思うので、まあ、4インチアップぐらいでも全然いいと思います。でちなみに今回のアクセサリーは本当にあのアップルウォッチ1個だけっていうめちゃくちゃシンプルな、スタイリングにしてます。もう本当はねここになんかシルバーとか巻いたらいいんですけど、ちょっと今あのいつもの撮影場所とは違う場所でやってるので、アクセサリーをちょっと家に置いてきちゃったんですよね。シルバーとか、まあ、レザーとかを巻いてあげた方が絶対いいと思います。であとまあアクセサリーとか、アクセサリーもちょっとこれからやっていきたいんですよね。まだまだこう見せたいな、販売したいなっていうものがまだそんな集まってないので、もうちょっと待っててください。というわけで今回はリーバイス501レギュラーモデルブラックデニムタイプのご紹介になりました。前回 の, あのリーバイス501、まあ、あのインディゴモデルにも共通して言えることなんですけど、まあ、なんであの USA 製を中心に集めてるかって言ったら、やっぱり色落ちとその黒、まあ、インディゴの染料の乗り方がやっぱり全然他の国と比べて違うんですよね。やっぱりこう 90s カルチャーを意識して US カルチャーを意識して、まあ、スタイリング組むってなったら、まあ、絶対こっちの方をおすすめしたいんですよね。やっぱり90年代当時の、まあ本当に90年代に作られてますし、まあ、90年代当時のやっぱりその目に見えない何かがあると思うんですよね。まあ、色が違うっていうその明確な、まあ、あの外に出たあの違いっていうのもあるんですけど、まあ、そういったなんだろう、まあ、生地の中には染料じゃなくて多分そういったなんか年代とか時代の香りっていうものがあるんじゃないのかなって僕は思うんですよ。だから僕はこだわって90年代と USA 製だけ集めました。まあ、あの僕はあの買って販売する側なのでそういった視点なんですけど、まあ、僕はあの普通に着るってなったら別にあのどこ製とかあんまり気にしないで買うことも全然多いです。だけどやっぱり僕が皆さんにあのヴィンテージの面白さ、古着の面白さっていうのを紹介するためには、まあ、こういったぐらいなんかこう尖ったっていうかちゃんとこう的を得たものを紹介したかったので、今回はこちら USA501 のブラックデニムタイプをたくさん仕入れてきました。これ以外にもまだまだあるので、ぜひぜひショップページに覗いてみてください。それでは本日もご覧いただきありがとうございました。インスタグラムのフォロー、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは。